ちょうど82、80超えるね。ドローン110です、ね。マットチャートじゃないですか。マットチャートです。よし、食った。よし。しゃー。しゃー。釣れた。はい、こんばんは、村岡正則です。今日はですね、おかっぱりに来てます。川筋やってみようと思って、で、早春ですね。今まだ2月の前半なんですけど、早春のアンカーハンティングってことで、1月2月3月に大型ですね取るために何を考えてやったらいいかっていうのをまあ解説しながら実調してあわよくば釣ってみせようっていう動画にしたいと思います。よろしくお願いします。はい、タックルはね今日は2本持ち込んでます。8フィート台の MH の竿、これは大きなルアーですね。15センチぐらいのルアーを投げるためのロッド、それから9フィート台のミディアムライトの竿で、これは比較的小さいバッチとかそういったのに反応している場合に備えて、で今日ちょっとどんな状況か両方あり得るので2本持ってきました。いつもだったら大抵はもう今日はこの釣りになるだろうって分かってる時が多いので1本で来るんですけど、今日は両方出るだろうなっていう感じでどっちにも対応できる2本で挑みたいと思います。はいで、今ね今日は潮回りが大潮の後の中潮2日目ですね。で7時半満潮で183センチから0センチ近くまで結構大きく動く日です。でその下げ潮でバチも出るだろうし、おそらくまだ時期的に上流で出るんで下げの中盤にバチのパターン、鈴木もバチに反応してライズが出るんじゃないかなっていうタイミングが来そうだし、基本的に稲っ子が残ってる川なので流れてる時間かな、7時半の満潮潮止まりと流れてる時間両方チャンスがあるんじゃないかなと思っています。今ちょうど日が暮れて今6時ですね。あと1時間半後までまだ上げ潮でちょいがもうちょっと上がるタイミングですね。でまずミディアムライトの今日はナイトホーク 93ml でリールがイグジストの4000番でシーバス P のパーゲーム 0.85 リーダーが一応バチに対応したんでリーダー12ポンドにしてます。ブロインの 140S からスタートしたいと思います。まだバチ狙いというよりは稲っこないしベイトフィッシュを食ってるね魚を反応させに行こうかなっていう感じですね。で早春のランカー狙いということで今日話しながらの釣りなんですけど、釣りながら話すんでちょっと話下手だったらごめんなさい。まず年末にかけて、まあ、全国的にスズキや産卵をね迎えるタイミングがあるんですね。で地域によって12月だったり1月だったりしますが、冬に卵を持って産卵をします。で川筋に戻ってくるのが主にメスですね。メスの大きな個体は産卵後すぐ比較的速やかに、川の中に入ってきます。で基本的には同じ川に戻ってくる、その年過ごした川に戻ってくる個体が圧倒的に多いんじゃないかと思っています。違う川に上がるケースもたまに聞きますが、JJFA のタグ&リリースの記録見る限りスズキは意外と定着性が高くて、まあ、サケみたいなもんで自分が生まれ育ったとこにまた産卵のために一回沖に出て集まった後生まれ育ったとこに戻るみたいなんですね。でその戻っていく過程で、まあ、この川なんかも上がまあ無限じゃないけどもう本当に100キロ近く上流まで行けますんで、まあ、そういう上の方まで夏にかけてね戻っていく。でその、まあ、どんつきじゃないんだけど魚がたまりやすいですねちょっとこう深い海域が今自分が選んだポイントです。でさあ暗くなって今日は釣り人がめちゃくちゃいて左に12、13人右にも10人ぐらいいらっしゃってもう満4年近いような感じになってますね。今日は富山くんが遊び来るらしいんで、あとポイント選びなんですけど基本的にはどこでもいいんですが、まあこの辺はちょっとね立ち入り禁止だったりで入れないとこもまだらにあるので、まあ、まずそういう入れるとこでやりましょうってことと、やっぱり対岸に明かりがあったりするような明かりがあるっていう要素も大事だし排水があるっていうのも大事だし他にはまあやっぱ地形ですね。この辺深いんですけど、深いかとか駆け上がりの上をしっかりルアーを通せるとか、そういった食わせられる要素っていうのを揃ってるポイントを選ぶのはすごい大事です。大事ですが、まあ、この界隈はどこでもそういう場所なので、どこでもチャンスはあるのかなという感じかな、自分の印象ですけどね。若干運ゲームの要素ありますけど、そのバチがどこで抜けてどう流れるかと、どこでそのスズキの群れと遭遇するかっていうのは、毎日来てる人でギリギリ読めるぐらいなんで、自分もちょっと一昨日まで沖縄行ってて2日休んでの今日ワンオク復帰なんで、ちょっと正直ぶっつけなとこです。今日からまた組み立て、魚探しから組み立てていく感じですね。はい、じゃあ続いて稲子狙いタックルですね。オピアの風神ゼータのテスタマットですね。 88MH 8.8 フィートですね。これもイグジストの4000番に P の1号でリーダー20ポンドで、ルアーはちょっとスネコン150の最終プロットをつけてみました。これとフォースガイルがすごい今日はマッチするんじゃないかなという読みで、ちょっとざっと左右見ると皆さん軽めのやっぱバチを意識したルアーを投げてるっぽいので、ちょっと自分は沈めに行ってみようかなと。もう左右にね釣り人がいる時と1人でやってる時はやっぱり組み立て方にちょっとコツがあって、隣の人のルアーをまあ、昼間だったら何投げてか大体見れば分かりますし、夜でもなんとなく一瞬のシルエットだったりキャストーンとかでどれぐらいのサイズ感のルアーを投げてるかを把握して、で打ってるとこほぼ一緒ですから、で引き方レンジはまあ若干違うけれども、ああこのルアーだと当たらないんだなとか、それこそあこのルアーで釣れるんだなっていう情報も左右から取りながら自分のルアーチョイスできるのが人気ポイントっていうのかな、人が多いポイントのいいところですね。さあ辺りが闇に包まれて、ちょっと風南風強いんでブロインかな。はい、ロッドチェンジします。またブロインですね。また Q3 のナイトホークで、ブロイン 140S ですが、昼間のジャーキングのイメージがとても強くなっちゃってますが、夜の流す釣りが一つの本領発揮ですね。で使い方は簡単というか一番スタンダードなルアーの使い方なんですけど、投げて一回ブルブルって泳がしてウエイト戻したら基本ゆっくり巻けば、ブロインは水平姿勢、泳いでる時は頭下がりなんですけど、こう流すような感じにした時に若干頭下がりながら水平に近いような姿勢でダブルアクションつってですね、軌道はスラロームだけどボブリングをしてるっていうのは軌道で引けるんですね。ブルブルっていうよりはブルンブルンブルンぐらいなゆったり巻いてる感じで、今右から左に若干流れてるんですけど、その流しながら U の字までいかないけどこう描いてね引いてくると断然釣れます。でそれは磯でもそうだし、川でもだいたい水深 1.5 ぐらいまでの、背回りなんかをブロイン流して、特にねでかい魚取ってる人たち全国的にいるんですけど、ここでもねそういう釣りができますね。なんか硬い、公式っぽい、公式っぽい、どうしよう。今日はね朝飯と昼飯を食わなかったんだよ。食えなかったの、もう仕事が忙しくて、ずっと朝から会議 1,2,3,4 会議5本集合するまでだから、終わって出てきてマック食ったんだけど、なんかそのせいか硬いっていうのがなんか理由なんないんだけど、そのせいかマックはやっぱ重すぎた。朝昼抜いてマックは重すぎました。誰も釣れてないな。お、富山くんだ。お疲れ様です。どうしたん、プライベートで。プライベートです。もう徘徊中で、もうずっと先週からずっと、釣れてる最近。あ、釣れてます、釣れてます。バチ外しても全然稲子とか、あとボトムの落ち外れパターンでバンバン釣れてるんで。バンバン釣れてんの？全然釣れないよ。いや、何ですか、これからじゃないですか。時刻はこれから下げない。じゃあやりましょう。はい、バンバン釣ってください。余計なこと言っちゃった。はい、お願いします。バンバン釣れてるそうです。バン釣れる気しないけど、まあでもバンバン釣れるはず、そう思ってきてるんだけどね、まだ試合じゃない。ブロインのこのデッドスローの流し釣りはどっちかといえば下げ潮後半ちょいが低いタイミングですごい有効なイメージ、自分の中ではありますね。満潮時はなんかもうちょい上ずらした方が、自分の実績ではそんなイメージかな。まあ、出ないってことはないんだろうけど、あ、1匹見つけた、流れてるバチ、ほらあれ、どんな気分なんだろうな。1年泥の中に生きて今こうして海面にいる気分ってどんな気分だと思う？続きに追われるんだよとか、ボラの口が迫ってくんだよ、バクバク一世一代の冒険だよ。ルアー変えてブロインの 125F スリムでいきたいと思います。これもバチのこういう下げ潮が右から左、風が左から右って時にぶつかってね、水面がシャワシャワジャワジャワしちゃってる時にレンジ1枚下でバチを食ってるね、シブス狙うのにぴったりなルアーですね。あ、バチがほらほら、地合いバチ抜けタイミングですね。こんな感じ、ほぼ12、13センチかな、同じブロイン125と同じような長さ、いっぱいこんな感じで泳いでます。さあ、このタイミングはバチに、このタイミングが一瞬ね、稲っこ食いの鈴木もバチに移行すると思うの で、さっき言った 50m ラインに速い流れが走り始めたんで試合です。今日から20分後、でもまだ誰も釣れてないからね、最初に絶対釣ってやる。バチは遊泳力が弱いんで、鏡のようにな水面だとほぼ全部が水面出てきて引き波を引くぐらい、こう基本上に来るんですけど、これぐらい今10センチぐらいかなで、流れとぶつかって逆波になってるんでわちゃわちゃしちゃうんですよね、水面が。そうするとその波の上下でせっかく水面出たバチもまた5センチ10センチ下に押し戻されたりして、そんな感じで流れてる時はやっぱり上の引き波には出なくて、若干レンジ入ってるルアーに当たりがよく出ます。はい、そしたらブロインの 110S ですね。125よりさらに5センチぐらいレンジが下入るんで、これでいきたいと思います。またね、ちょうど流れてるバチサイズだし水平姿勢だし、ウェイトしっかり戻して、140と同じです。ウェイト戻したらゆっくり流す、流してる状態でもルアーはね、ブロインの S は140とか、末尾が0番の S はこうダブルアクション、ゆらゆら軌道ね、SGA が来ながらずっと揺れながら引っ張ってこれるんで、どんなにゆっくりでもね、そういう動きしてますから、バチ食ってる魚にはぴったりですね。はい、じゃあルアー変えます。 165F スリムでフルクリアカラーでいきます。ちょっとね、流したいラインが5、60m 先 でそこまで飛ばす、かつちょっとどうしても横風強いんでサミングをしながら飛ばしたいですね。あ、下流かかった、とうとう、くそー、先頭取れなかった。あれ、あ、富山君がかけてる、すげえ。ちょっと行こう。 110S ですか、富山君、もしかして。でかいでかいでかい、うわ、やっぱりランカー級70後半だな。まあでもすごい太いね、いい魚。やるー、バンバン釣ってる説本当だった。あ、80、あ、ありそう、おめでとう。ランカー、くそ、俺がランカー、春のランカーの釣り方について説明しますって回だったのに投げて巻くだけでムカつくむき110じゃいまいち届いてないかもと思って書いた途端に110で釣られる悔しさいい魚でか、ちょうど80超えるね。80、左0、OK、こっち1センチぐらいあるけど、まあ80あればね、細かいとこは。こんなに長い時間頑張ってたのに、後から来た人にサクッと出されると、何ですか、殺意っていうんですか、淡い殺意ってやつですかね。でもそこで意地張ると本当にドツボにはまるんで、プライドとかそんなこと言わず 110S にすぐ変えて同じ釣りをするのがそれ秘訣です。で多分ね30分もすると流れのスピード変わってもう当たりルアーも変わっちゃうんで蘇生終わったそうなんで、はいはい、82cm、ドローン110ですね。マットチャートじゃないですか。マットチャートです。このバッチパターンでよく、去年からずっと使ったんで、1本ですね。今日みたいにね、風が強い日はすぐ水入って止まるからいいよね。ちょっとレンジを入れて水面滑らないから、はい、そう思ってたんだけどな。どこの会社のルアーですかね。誰が作ったんですかね。いいルアーですね。誰が作ったんですかね。じゃあ戻ります。俺も釣るぞ。周りの人は多分バチルアー一生懸命投げてて、こんだけバチが流れてるからみんなが絶対投げないと思う。多分もう30cmぐらい、もうバチと同じようなスピードで巻いて巻いて、富山君が投げて巻くだけって言ってたから、まあでも投げて巻くだけにっていう言葉の裏側に何千何万通りぐらいねやり方あるんで、奥が深いですよね。すごいね、ライズはしないけどやっぱランカーが出るんだな。まあ、レンジ予想は合ってんだけどね、3、40cm下なんでかっていうと、さっきも言ったように横風が強くて、右から左に流れてて、左から右に風が吹いてて、10cmぐらい魚に立ってるから、まあ波と波の間のところから10cmぐらいはね、もう水がガチャガチャしちゃって、でその下をバチが流れるんですよね。だから底バチってほどじゃないけど中層バチパターンなんで、今こういわゆる世間一般のバチ抜けるは引いちゃうと釣れないタイミングで、ミノですね、中層のミノパターンですね。自分の経験上125か165な感じがするんだけど、横で110で出されちゃうとあんないい魚を110がいいような気がする。はい、また富山くんが2本、今ちょっとトイレ休憩してる間に2本目を釣りました。富山くんほら覗いてごらん、でかいよ。大量のバチとともにすげえな。 75?75 でしたね。またブルーイン 110S ですか。投げて巻くだけ、レンジは合ってんだよな。なんでか食わないな私。そうだね、1枚下なんで。いや、そういう解説しながら食わないなって言ってると下で釣られちゃうんで。しかも俺のライターにバチが集まってきたじゃないか。なんなんだこのシュールな絵は。バチだらけじゃないか。すごいな。さあでもちゃんとバンバンって釣ったね。すごい、言った通りだった。バンバン釣れますよって本当だった。バンバン釣った。俺も頑張ります。110S かな。それを聞くともう 110S だな。いや、こういうの揺れちゃダメなんだよね、釣りって。 110S も125もそんな0100になるほどの差ではないと思うんで、引き方の問題なんだけど、もう自分を貫いても正解だし、もう素直に釣れてるルアーに合わせてっていうのも正解なんで、素直に合わせてみましょう。はい、じゃあちょっとルアー変えます。ブルーインの 110S です。ちょうどね 40m 先に速いラインがあって、その手前で魚がたまるっていうのかな、その横につくんですよね、速い流れのね。まあそこを先にブロイ打ち込んで体勢整えてデッドスローですね。ルアーを水平状態にしたデッドスローかつ水深 1m ぐらいいってると思うな。その状態で流した状態作ると当たってて、富山君も多分その状態で当たってるんですよね。まあこういう潮風逆のタイミングはね、レンジ1枚下です。なんだろうね、バチのサイズ感は合ってて、でもやや太いんで、こんだけ流れてるのになぜ食うかというと、一つ下のレンジで一つ大きいからなのかな。あー当たった。うわー乗んなかった。はい、富山君。うわーもうやべえ、リズム崩してる。俺も当たったんだけどかけられない。あでもちっちゃい、30cmぐらい。あんなんもいるんだな。フッコの群れも来ちゃったね。釣れる気がしない。やばい。あー当たった。なんなかった。食ったけどもうラインがめちゃくちゃたるんでるので、バイトはゴンってよりはドンと出てんだけど、感触はもうワワンってくるんだけど、そのまま乗んなかったです。横風5メーターですね。それを張ろうとすると多分早く動かしすぎになっちゃうんで、もうたるんだまんま風にラインを預けて、その状態でも食ったら分かるんで。今回の動画タイトルは「富山くんが横に来てバンバン釣られました」っていう動画になりそう。バチがねほとんど流れなくなっちゃったんで、もう1匹2匹やばい、出会いが終わる。釣り負けるなんて、釣り負けるなんて悔しい。今年1回も釣り負けたことなかったのに釣り負けてしまいました。まあ通ってたみたいなんでかけ慣れてんだよね。だから地合いの時に迷わず明確にその直近来た時のなんかも取ってたらしいんで、その多分メソッドちゃんと通すから来たチャンスが絶対ものになるって感じだよね。自分は一潮空いたんで、一潮ぶりだからなんかそのね過去の経験値の中で幅で探ってる中で、すぐバイトが出ればよかったんだけど出なかったりするとハマるよね。こういう時はあります。当然もう富山君なんか遠慮してんのか、投げてもないからね。もうねこれ以上投げたらやばいみたいな。美味しい醤油ラーメンが食べたいしみじみうまい系が食べたいな。もうねバチもで流れてないので、もう地合いが終わっちゃった可能性も出てきてて、今日は出ればランカーなんて言ってたのに、うわあまたかけられた築上立ち位置だな。下素直に下流に行くか。でもサイズがちっちゃくなったね。おお60。せっかく休んでたのにね、投げたらすぐ9時半の地合いだ。この地合い取れないと今日はホゲで帰ることになりそう。当たんないよ富山くん。もっとゆっくり。もちろんウェイトは戻してるでしょ土地を持ったのはもしかして戻してねえんじゃないか。でもさっき富山くんこんなもんだったよね。もう完全にただ流れて、どっちかといえば沈んでるぐらいだよね。よし食った。よし開けましたちっちゃいけどちゃんと冷静になって流れを見て、速い流れに乗っけてやれば釣れるのです。お待たせしました時間かかった。3時間半もかかったよかけるのに。ブロイン110です。迷いましたが当たってる富山くんに合わせました。今日はこんなちっちゃいんだよなんか富山くんが釣ってた魚と全然サイズが違う。よしよしゃ釣れた釣れた。釣り運3時間貯めて、ちょっと沖縄ロケで使い切ってた釣り運を、なんとか3時間のノーバイトでたまった釣り運でなんか富山くんが釣った魚の半分ぐらいしかないけど、これは鈴木かな。復興ですね。味サイズとか言わないでください。釣れました。ブロイン110。はあ苦労した。でもやっぱね釣れない時にドツボはまってカッカしてどんどんやると大体ダメで、今1回5分も休んでないね。3分ぐらいかな。もう竿もカメラも止めて、なぜかみんなで膝立ちしてラーメンの話をしてよしっつって再開して2頭3頭、そんなもんです。釣りってだから自分の釣りも決して大ずれじゃなくてわずかにずれてるだけで、そうすると蘇生したいよ。蘇生よかった。目測43センチですね。はい、じゃあ逃がします。大丈夫、元気になりました。はい出ておいで。はい出て、はいバイバイ。いやーすいませんお待たせしました。釣れました冷静にやれば簡単に出る魚を横で八丈花が釣られるからちょっとリズムがずれてしまいました。大幕は広角です。広角です。よかった、釣れた。でも今日のテーマはランカーハンティングなんで、ちょっともうあと10分15分やらせてください。ランカー取りたかったね。目の前にいたのにな。普段は混雑を避けて人がいないタイミングに来るんですけど、今日久々ザーッと並ぶ中やって、どうしてもちょっと照明とか焚くから迷惑もかかっちゃう可能性があるんで、一応こうお断りをさせてもらって、でやらせてもらったんですけど、やっぱりメインの試合は面白いですね。ちゃんとこういう、今日は釣れませんでしたけど、たくさんね釣る側に回ったりしたら楽しいし、釣れないなりに側に回っても学びがあるんで、ちょっとこういうタイミングも来ないとダメだなと思いました。結構何人かにお声掛けいただいてありがとうございました。たまには顔出したいと思いますんでよろしくお願いします。てなことで終わりたいと思います。今回ありがとうございました。チャンネル登録、コメントぜひお寄せください。ありがとうございました。